不人像造主は白地に紅葉、車合子文などを表した辻が花染めの小袖を着用している。辻が花1972年に小竹で制作された岩下島主演の映画の題名、染め物の技法。安土桃山時代に最盛期を迎えた。辻が花とは、室町時代から安土桃山時代にかけて現れた絞り染めの技法。最盛期にあたる。 桃山から江戸時代初期にかけては、複雑な縫い締め絞り、畜皮絞りなどの高度な技法が使用され、多色染め分けによる高度な染め物を作り出し、すり白等の技法とともに、安土桃山時代の豪華絢爛たる文化を演出した。当時は染め物といえば、辻ヶ花を刺すほどに一般的な染色作品であったと言われている。辻ヶ花、 列藤田美術館戦国時代の16世紀半ば、日本の染色工芸は、海外の染色品からの影響を受けて、その素材や技法を多様化させていった。すなわち、中国から輸入された刺繍作品の刺激を受けて、日本でも小袖などに精巧な刺繍が施されるようになり、刺繍と金箔を併用した縫い箔という過食法も現れたのである。こうした中、 辻じが花と称される一連の染め物が登場した。筋じが花は、縫い締め防線による染めを中心にしたもので、室町時代末期から、江戸時代初期に至る、短期間に流星して、姿を消した。元素に品数が300点足らずに留まることもあって、幻の染め物と称されることがある。この染め物は、縫い締め絞りを主体として、これに、柿へ、刺繍、 すりはくなどの加食を施したものであり、地はこの時代に、特有な練り抜き地を横糸に用いておった地が多く、製品の種別としては小袖及び、同服が大部分を占めている。しかし、江戸時代中期に、糊で防戦する友禅の技法が確立、普及していくと、図柄の自由度や手間数の高という両面で劣る、辻が花は、急速に廃れ消滅した。 その技法が急速に失われてしまったこと、また、その名の由来に定説がないことなども辻ヶ花が、幻の染め物と称されるゆえんである。32番職人歌合わせのうち、かつら目白の表着は、今日でいう辻ヶ花ではなく、浅地の絞り染めと見られる。一世を風靡した、辻ヶ花の後の起源は不明である。 14世紀末から15世紀初めにかけて、成立したと見られる絵巻、32番色に歌合わせ、には、カツラメの絵画として、はるか我が湯のおけをいただきにたもとも辻が花を織るかなとあり、これが、辻が花の後の初見とされている。この絵巻に描かれたカツラメは、上着の長い袖を折り返して着用しているように見え、これが、辻が花を織るを図示したものとも言われている。 このように、辻ヶ花という言葉自体は、室町時代から存在したが、その起源や由来は、はっきりせず、染色技法の名称としての、辻ヶ花も京都では、意味合いが異なっていた。1603年頃の編纂である、日保辞書の辻ヶ花の項によると、当時、辻ヶ花と呼ばれていたのは、朝で折った肩びらの類であり、 辻が花が縫い締め絞りの製品を指すようになったのは明治時代のことと考えられている。ありがとうございます。